こんにちは、福井のセレクトショップディスカバリーです。今回の動画では、このサンディニスタのイージーコットンニットを紹介します。こちらですね、サイズが4サイズ展開 SMLXL の4サイズ展開です。170cm60kg の私が今これ着てるのが S サイズになります。これがサイズですね。これで S サイズです。はい、まあ、見ていただいて分かったと思うんですけど、ちょっとゆったりしてます。まあ、名前にイージーコットンニットってあるだけに、まあ、形は緩いです。はい、ですね、まあ素材的には名前の通り、まあ、コットンのニットなんで、まあ、年中使えます。通年使いで着れるニットです。で、まあ、ハーフリブニットっていう、まあ、ちょっとこう、まあ、なんていうんですかね、こう厚手のワッフルみたいな感じのニットになってるんですけど、まあ、当然セーターはセーターなんでこう伸びますから、そのなんだろう、がっつりした厚手のニットじゃなくて、もうちょっとこう軽めのニットみたいなイメージで捉えてもらえればいいと思います。1枚で着ていただいてもすごくかっこいいんですけど、インナーとしてもすごく使えて、この上からアウターを羽織ってもらっても全然いいので、通年通して使えるの本当に今定番で、結構お店ではすごく人気があるやつで、色も豊富なんで、ちょっとね、サイズに色違いとかを揃えていただいてもいいと思います。まあ、着こなしによってサイズを変えていただくのも全然ありだと思うので、もっとゆったり着たい方は上のサイズにしてもらっても、全然大丈夫だと思います。はい、でサイズがですね、これね、まあ、名前の通り、さっきちょっと言いましたけども、ちょっと緩めです。身幅が広めです。で、腕もね、こんな感じです。ちょっとタポッとした感じになるんです。で、肩もちょっと落ちる感じになります。はい。なんですけど、この長さとかは普通の S サイズとか、まあ、その普通のサイズになってるので、だらしなくならないんですよ。僕、手短めなんですけど、これ全然僕が、こう、肩ここなんですけど、全然ここでちゃんと手が見える長さになってると思います。だからこの感じがね、やっぱり待ち着できた時にね、こう、着こなしやすいんですね。見た感じのリラックス感を与えつつ、だらしなくならないっていう、こう絶妙なサイズ感がこのニットの人気の秘密です。これね、畳んであったりするとね、めちゃめちゃ普通のニットなんで、みんなね全然気づかないですけど、これね、試着するとみんなめっちゃ気に入るんですよ。これめちゃめちゃいいですよねみたいな感じになる、結構ね、うちの隠れた人気商品です。でかつね、コットンなんで、まあ扱いもね、手洗いであれば全然家で洗えますし、当然その年中使えるっていう利点もあって、まあなんだろう、真夏とかでもこれに短パンとか履いてもね、結構様になるので、まあ、それみたいな本当通年使えるすごくね、いいニットだと思います。サンディニスタらしいですね。こうシンプルなんですけど、袖を通すとすごくかっこいいっていうね、まあ、このブランドらしいアイテムになってると思います。はい、ですね、これお値段の方が、税込みで15,400円です。はい、ですね、まあ、質問とか気になる点あったら、メール、DM、まあ、コメント欄に書いていただければ、返信させていただきますので、気軽に、お問い合わせください。まあ、サイズの悩みが一番多いかもしれないですね。そうですね、まあ、僕の170、60だと、まあ、ちょっと気持ちゆったり着るなら M ですかね。まあ、S だと165センチぐらい、M が170、L が175センチぐらい、LL で180センチぐらいの方が着るといいかなって感じですかね。はい、お店の方、またオンラインショップの方から、購入可能ですので、プロフィールはまたリンク先なので見ていただければと思います。もっと商品のこうアップの写真とか、スタイリング見たいって方も、オンラインショップの方見ていただければ、写真また動画の方も上がってますので、そちらは、まあ、検索してディスカバリー福井で検索すれば出てくると思いますので、ぜひそちらの方から、ご覧いただければと思います。はい、では今回の動画ではサンディニスタのイージーコットンニットを紹介しました。ありがとうございます。